はい、こんにちは、こんばんは、みちゃと申します。ホグワーツレガシー続きやっていきたいと思います。今回はですね、ホグズミドの方に向かうクエスト、メインクエストの方をやっていきたいと思います。ということでね、ホグワーツ入り口付近でナーティーと会うっていうのが出てるので、早速行ってきたいと思います。おったあ、私を探してた？探してました。ナティ、ごめんね、待った？全然。ホグズミードに用があるってウィーズリー先生から聞いたよ。うん、きっと自分のものをいろいろ調達したいだろうね。それに村を見たり。楽しみにしてたよ。そう来なきゃ。それじゃあ出発する？最高に楽しいホグズミードを見せて。いや、めちゃくちゃワクワクすんなこれ。ああ、外ね。やば。ウィズリー先生に同行を頼まれて嬉しかった。そう？うん、自分でも招待しようって考えてたから。村でバタービールを飲ませてあげた。飲みたい飲みたい。ウィズリー先生のフクロウはいいタイミングで来てくれたよ。てかこれ外も自由に歩けるのかこれ。やば、広。古代ルーン文字に埋もれてた後です。新鮮な空気。めちゃくちゃ広いやん。本当に気持ちいい。やば、ちょっと待って。選択科目で便利。そうみたいだね。まあ、選んだのが自分の母親だった場合、選択なんて呼べないかもしれない。あ、マジか、ここも歩けんの？すご。どこまで歩けんのこれ。いいね。この時期のホグズミードは綺麗だよ。あ、そうなんだ。みんなクリスマスに行くといいって言うけど、私その時期はあんまり外にいたくないんだよね。風邪ひきたくないって？いや、寒いのは別に嫌いじゃないんだけど、そんなに慣れてないの。雪のないところで育ったから。なあ、そういうことね。あ、待って、こっち。こっち、はい。この辺りではよく草かげろうが飛んでるんだ。草かげろう、何か特別なの？うん、見てるだけでも面白いけど、煮込むと魔法薬作りに使えるんだよね。素材みたいなのがあるんだね。ホグズミード遠くない？見て、禁じられた森からヒッポグリフが出てきた。マジ？ヒッポグリフが目撃されたらしいよ。すげえ。ヒッポグリフを見たから。絶対に見たよ。絶対に見たよ。左にあるのは禁じられた森。名前の通り、生徒は立ち入り禁止。ああ、禁じられた森もあるね。それはどうして？先生によれば危険すぎるんだって。禁じられたって名前だと余計に入りたくなる。それな。あ、山頂の向こうはホグズミードだよ。山頂の向こう。どんだけ広いの。わあ、やばい、いいな、ここの景色めちゃくちゃいい。ことならずっと探検してた。ほんとそれ。ウィーズリー先生に聞いたけど、この辺に詳しいんでしょ？転校したてなのにすごい。なんか来た。どう言ってたの？ん、意外と私のこと詳しいんだな。なんかいる。こりゃ授業でも確かにいろいろ学べるの。城の外で得られることも同じくらい多いと思う。うん。ん？なんかキノコが動いた。気になる。なんすかこれ。飛び跳ね毒キノコの傘取得。こういうのも取れるんだ、素材として。もう慣れた？私の場合、来てすぐの頃はすごく変な気分だったから、全部が新しくて知らないことばかり。慣れたって言ってもまださ、初日なんだよね。来たよ。ナティはどう？もう落ち着いた？まだ故郷は恋しいけど、ここも綺麗だよね。うん。それに城の外に出て探検してるおかげでいろいろ慣れてきたと思う。ホグワーツも自分の家みたいになったかな。君にとってもそうなるといいね。ムーンさん、ホグワーツの管理人だよ。ちょっと様子が変だな。どうした？ムーンさん、
新しい5年生には会いました？よろしく。戻った方がいいぞ、ミスオナイ。振り返って走れ。大丈夫ですか？あれが俺をじっと見てたんだ。目を皿のようにしてな。何がですか？デミガイズ。ケムクジャラで醜くて恐ろしい。俺は安全な城の中にいる。お前らの幸運を祈ってるよ。何が起こるんだ？かわいそうなムーンさん。デミガイスなんて村で楽しみすぎたみたい。あんなムーンさんを見たのは初めてだよ。なんかここにもある。もうすぐだよ。あっていいすか？外は見どころがたくさんある。終わるだ終わるだ。ウィー私ならいつでもゲッチュムーンストーン。最近はゴブリンなんかの噂も聞くし、誰かと一緒の方が安心でしょ。確かに。覚えとく。ありがとう。おーすごい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 。来た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 。ボイズミート。やばいね。作り込みえぐ。ちょっと待て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 。どこから始めたらいいかな。どっから始める？三本のほうきはバタービールが飲める場所。ハニーデュークスではありとあらゆる。ハニーデュークさんの？ここでお気に入りの店を選ぶのは無理だね。来るたびに変わるから。ホグズミードでは必要なものは何でも手に入る。うん、本当だよ。やば。あれお菓子屋さんでしょ？ウィズリー先生に頼まれたのは魔法薬のレシピと呪文クラフトと種とあとなんだっけ？なんだっけ？そうそう、お杖だ。オリバンダー老人のことはきっと気に入るよ。君が自分の杖で何をするかも楽しみ。必要なものをすべて集めて、おまけに少し見て回る時間もある。あ、そんな時間もあるのね。自分のペースでホグズミードを体験するといいよ。それが終わったら町の広場で会おう。了解。楽しんで。また後でね。また後で。ホグズミート村はさまざまな、各所や店などの見どころで溢れています。フィールドガイドのマップで確認できますと。マップを開く。なるほどね。これがホグズミートのマップ。めちゃくちゃ行く場所あるやん。やば。すごい。とりあえず、4箇所行きたい場所があるので、それぞれ行ってみよっか。どこ行こうかな。まあ、どこでもいいか。ここは、え？わあ。これゾンコ？これなんか知ってるんだか？やばいやばいやばい、なんだこれ。ここなんだっけ？今いる場所。あ、やばいね。ゾンコのいたずら専門店か。やば。うわははは。もろ。何あんのこう。え、何やってんの？え、なんかおる。いや、梱包してんのか。これ何これ。おおはははは。楽しすぎるな。待って。これ、ちょっと、終わらん。びっくりするぐらい終わらん。ちょっと待て。一旦、オリバンダーの店にも行きたい。うん、全部行きたい。なんかこう、オープン。何？ JPB の魔法薬。あ、ここは行かないといけ場所で。バリーピピン。ピピン？すみません。ああ、よかった。呼び鈴が鳴った時はローアンさんかと思った。来るはずないけどね。うん、ただ君の顔も見たことがないような気がする。はじめまして。ミードには初めて来ました。そうなのか？ならパリーピピンにお任せあれ。うん、ここはジーピピンの魔法薬店。あらゆる病に効く魔法薬店だ。なるほどなるほど。看板を読めばわかるだろうけど、祖父はフルネームを言わせたがったね。今日はどうしたんだい？ウィズリー先生がレシピを集めるようにと。新入生です。君がフクロウの手紙にあった。君のための商品はすぐに確保したよ。学生時代の私と同じなら
魔法薬作りの品を欲しがると思ってね。なるほどね。魔法薬作りはついに勝るとも劣らぬ芸術だろう。私は常にそう言っている。うん。それほど万能なものでしょうか。呪文ほど派手ではないにせよ、同じくらい強力なのは間違いない。癒すことも破壊することも守ることもできる。うん、そのうちわかるよ。まずは説明しよう。売り物は魔法薬のレシピだけじゃない。どんな場面でも使える既成の魔法薬も提供している。それに時々新商品も。なるほどね。できるだけ顔を出して見逃さないようにするといい。了解しました。だけどまあ、まずはレシピを渡そう。今日は何をお探しだい？あ、これでね、もらえるわけね。一体購入します。ウィゲンウェルトの薬薬のレシピ。在庫を自由に見て回ってもいいし、今日急ぎの用があるなら、また今度でもいい。ああ、ここでお金使うのか。レシピとか、マキシマ。え、マキシマってマキシマかな？透明薬。やばーいねー。オッケー。一旦完了。あ、こう、何これ。なんか手に入れた。ナイス。さあ次だ。どこ行こう。学術書物専門店とか行きた。お？何これ。あ、レベル1ランロック。なるほど。まだ行けない、入れない場所もある。とりあえず、オリバンダーのお店行こうかな。うん。こっち。迷子になるな、ここ。あ、失礼。この辺。あ、これか？ここだ、ここ。失礼しまーす。またか。ああ。いやー。はい、ただいま。オーリバンダさん？君か。あ、ちょっと待ってくれ。ああ、うん、こんにちは。実は新しい杖だろ。その時期だ。その時期って？君は途中入学の5年生だろ。失礼、聞くまでもなかったな。わしはエボルド・オリバンダー。無論、オリバンダーの名は知っておろう。何しろ世界一の杖作りだからな。そうだな。目に書かれて光栄だよ。うん。さあ来なさい。ぴったりの杖を探そうじゃないか。違う。これも違う。これあの有名なシーン再現してくれるんかな。これだ。強力な芯。26センチ半。うん。これだな。ほら。試してみてくれ。こう振るんだ。ほい。おかしい。もう一度だ。本気で振ってみておくれ。ああ。こいつとは合わなかったか。大丈夫、ちゃんと見つける。これも違うな。きっとこれだな。35センチの1位の木にドラゴンの心臓の金線。いいね。次はこれを試そう。何戻した方が良さそうだな。これは思ったより時間がかかるかもしれんな。困ったの。あいつはどこだったかな。これだ。きっとこいつで間違いない。さあ持って。ナチュラルグレーアカシア芯の種類ユニコーンの縦紙やや曲がりやすい杖の長さ11センチ。うん、杖のスタイル、あ、選べるのこれ。興味深いな。
やば、バリエーションとかある。いや、どうなんだろう。あ、これいいな、杖っぽい。興味深いな。迷うよ。あ、これいいな。あ、これにしよう。クラシックブラック。え、アカシア木材の種類。興味深いな。なんかこれ木材、いえ、なんでもあるの。桜とかあったんだけど今なんか変わるんかな。ブナ1。興味深いな。え、なんかめちゃくちゃ種類ある。庭床の杖じゃない。え、庭床あるじゃんやば、庭床いいな。興味深いな。庭床13センチ、よくしなる、驚くほど振りやすい、わずかに弾性あり、しなやか、もろい、硬い。これ何が変わるんだろう。比較的しなやかにしてみよう。で、杖のオプション。横の縦紙、安定して魔法を生み出すことができる杖の魔法。幅広い、種類の魔法を生み出すことができる魔法。なんかありそうだけど、これ不死鳥の羽がいいな。これでしょ。不死鳥の羽か。極めて入手困難で、導きの力を備えた杖の種類。これにしよう。ここに。どうだろうかね。かっけえ。ああ、有名らしいね。いうことだ。新たな杖に新たな未来、魔法界の未来も明るい。ありがとうございます。さあ、感触はどうだ？いいですね。全然違う。うねりみたいなものを感じます。それが相性だ。うん。君のつながりは特に強そうだったからな。正しい杖は持ち主から学び、持ち主は杖から学ぶのだ。なるほど。早く試してみたいです。当然だ。不死鳥の羽の杖は人を選ぶことで知られる。この杖は素晴らしき伴侶となるだろう。いえいえ、ありがとうございます。使うほど杖との絆は強くなるのだ。なるほど。驚くなかれ。この杖には君の考えを察する力がある。いざという時に重宝するだろう。うん。オリバンダーさん、最高ですね。最高。助けしただけだよ。何かまたわしに手伝えることがあれば、いつでも来たまえ。いや、めちゃくちゃ楽しいんだけど。とりあえず杖は確保。探す箱。あ、ありがとうございます、お金。なんこれ。あたり回るやつ。まあ、一回出るか。楽しい。あと二つか。じゃあ、サクサクと回ってこう。